こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、スティーヴィー・ワンダーの「イズント・シー・ラブリー」という曲を解説していきたいんですが、この曲って、ソニー・ロリンズがやってるんですね。なんで、ジャズの人もすごく演奏したりしますので、フォーマットがジャズにすごく近いんで、そういったところもちょっと解説していきたいと思いますね。イズント・シー・ラブリーの「シー」は、アイシャ・ワンダー、つまりスティーヴィー・ワンダーの娘さんのことを指していて、彼女すごく可愛くないかいっていうことで、最初にだから赤ちゃんの泣き声が聞こえると思うんですが、それはアイシャさんの声なんですね。アイシャ・ワンダーはもう今も、ポップス界で活躍されてますから。ということでですね、この曲って何がいいかっていうと、結婚式でよく使われるんですよ。で、なんでそういうふうに使われるか、なんでジャズが面白いかっていうところら辺もちょっと話していきますね。まずその、イントロの部分ですね、赤ちゃんの泣き声のところは、これ全部、スティービー・ワンダーがドラム叩いてるんですけど、フレーズ自体はそんな難しくなくて、ここラフが入って、タットとタッタツタっていうことですね。で、これ、今ここの譜面上は、同じタムになってますが、このフレーズでここ1段降りるっぽいですね。で、タムね、3タムあって、タムが3つあって、フロアも多分3つあるんですよ。多分音程的に聞いても、ここからフロアだなって分かるようなところがちゃんとあって、ここからフロアに行ってる感じなんですね。1つのフレーズをこう叩いたら、2つ目から置いて、で、ずーっとこう下っていけば、で、最後は、このドドンはダブルを使った方が多分やりやすい。で、だんだん、ここは上がってたので、手順的にはやりやすいですね。ここはバストラ、ダン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 、3つ踏んでもいいかな。かなと思います。こういうところも全部裏から入ってくると、やっぱポップスらしくなるので、「うたとととと」で、もう2つ下がったらいいかなっていう、偶数で降りていくと右手から降りていくので、だからどうもコピーしてると、やっぱりこうスティービー・ワンダーさんはこう、目が見えないというものがあるからね。だからやっぱすごく合理的な動き、ドラマ的に合理的な動きをするので、で、4つ2つで分けてるんじゃないかなと思われます。で、ここですね、イントロ。このイントロの部分をこう僕らはバンプと呼びます。ここがジャズでもよく使うんですが、バンプ、VAMP ですね。はい、バンプっていうふうに出てると思いますが、このバンプっていうのは何かっていうと、このバンプの定義はですね、2小節、1小節から2小節ってよく書いてありますが、最大4とか8もあるかもしれないが、4ぐらいまでが最大だと思いますが、一定のコード進行で一定のリズムパターンを叩いている時に、メロディーが設定されてないことを、これをバンプと言います。で、回数が、2回とか4回とか決まってる場合もあれば、バンプの場合は X タイムにすることが多いです。 X タイムと何かっていうと、もう繰り返しずっと何回もやってて、これ A のメロディー1段目と同じコード進行をバンプで繰り返しているので、そうすることによって、これが4小節かける10回とかでも、バンプはできるわけですよ。そうすると、こう結婚式何がいいかと、新郎新婦入場ですってやった時に、ここに来た時にメロディーが始まるとやりやすいわけですよ。ね。だからジャズってそういうの、ジャズの動きってそういうのが多いですから、じゃあこのバンプっていうのを覚えておくと何が便利かというと、A の頭の4小節バンプにしてイントロにしようかって言っとくと、何も書かなくても、で、メロディが設定されてないので、その部分誰かがサックスの人、余ってる人がアドリブをパラパラ取っててもいいし、リズムだけの時間にしても構わないという、これをバンプと言います。なのでバンプはこれだから3回転、すごくちょっと変わってるんですけど、普通だったら2回で入りそうなもんなんですが、バンプの説明にちょうどいいかなと。4小節でフィルインをずっと入れてて、ピアノがね、ダンタンタツタンタンツトントントツタンタタンタンタツタンタジャッジャッっていうふうなフレーズになるので、ここがちょうどそのフレーズに合わせて、ジャッジャッというふうになってます。で、コード進行は実際こう、メロディーの進行は A と B のもう16小節の繰り返しです。なので4小節ずつにフィルインを入れます。
この間を抜いたりとか、ね、で、B に行くとちょっと転調した感じになって、ここがライドに行ったりする。リズムパターンはこのままでライドに行ったりするといいかな。サビのここの最後のところがスティービー・ワンダーはですね、だ下りやすいところに多分こうタイムがあったんでしょうね。多分右左で行ってるはずです。次頭クラッシュだからね、という具合になってるんですが、で欄外にこう書いておきました。リズムパターンはですね、初心者の方これ結構難しがるんですよ。でジャズにも通ずるものがあるので、これこの方がやりやすいです。なのでここはフレーズ的には裏から表、裏から表、裏から、これサンダだとシンバルレガートと一緒で高速化できるし、ここがつながってる。アクセントからこう落ちるところね、タンタタンで、それがスネアからバストレで、初心者でこの2つも難しい人はこれで全然十分だと思います。で逆にこういうの簡単な人はシェイクのパターンみたいに、ここの合間にスネアを入れてあげると、でここで書いたみたいに2拍サネの裏を全部ここもスネアにしてあげると、キーボードの「うたったんだつたったんだつたったん」って、コード進行を弾いてる人がいるので、これとぴったり合いますね。これで刻んでも全然構わないですね。あと、僕もよく使う、フレーズですが、右手にと右足2拍サネにしちゃって、ね、あと、そのここのダーラ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 ーのところ、さっき言ってたところは、ここは、に決めても全然いいと思うんですね。で、うたた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 は、これはもう全体的に、スティービーワンダー両手で言ってます。だからね、結構テンポ速くになったら手が追いつかない場合は、必ず右からスタートしないと右手で終わらないので、右からスタートしてフレーズをやるとこれうまくいきます。そうするとタム移動でこんな感じで、降りたりすることも可能になりますので、ここの決め結構最初は難しいですが、ただ歌ってるとね全然いい感じですね。すぐできると思います。ここはまあペンタトニックをね、上がっていくだけなんですが、いわゆるそのこういうスティービーワンダーの音楽のことをモータウンサウンドっていうんですが、モータウンっていうのはモータータウンですね。デトロイトの音楽なんですけど、デトロイトのこうフォードの街だったので、モータータウンだった。ただその元々のレーベルはこうブルースとかばっかり売ってたんですね。黒人が黒人向けのブルースを売ってたんだけど、やっぱあんまり買う人がいない。そうすると黒人の音楽なんだけど、要は洗練された感じの音楽をやりたいと。でも音遣いはやっぱ黒人っぽく、要はこれはいわゆるブルーノートを使ってるんだけど、ダララララララッタってやってるんだけど、音遣いはちょっと黒人っぽく臭い音使ってるんだけど、都会を感じさせるような、うまくこうコード進行をうまくはめ込んで作ってるっていう、スティービー・ワンダーはまあだからモータウンサウンドの代表格ですね。だからモータウンサウンドって言われると、まあ、スティービー・ワンダーの雰囲気っていうのを思い浮かべてもらったらいいんですが、要はブルース、黒人の元のブルースとなっている音遣いをしているけど、都会を感じさせる洗練された音楽のことをモータウンっていうふうに呼ぶというふうに思っていただければ。モータウンの代表者はスティービー・ワンダーとダイアナ・ロスです。ここのフレーズなんかはこのここを僕がよく使うんですが、タラララララのところがっていう風
風にしていただければいいかなと思います。で、これもなんか、フェードアウトで終わっちゃってるんですね。で実際にこうイントロをここのバンプをやったら、ボーカルが2回歌3番まであるんで2回歌って、でハープでフルースハープで、ハーモニカでソロワンコーラスやってます。でボーカルが3回目歌ったら3番をここ歌ったら、要はもうここをイントロが終わったらずっとここを繰り返してるだけなんですね。であとハープソロが7回もあるんですよ。で7回の間に子供の声がずっと入ってきて、一緒にお風呂入ってるシーンっていうのがこう出てくるんですけど、でここの部分に関してはもう全部フィルインを取ってもあんまり意味がないので、ここをずっと繰り返してるっていうふうに考えていただければよくて、でこれだからよくやるのはボーカルが2曲2回ぐらい歌ったら、あとアドリブ回して、またボーカルが歌ってまたアドリブ回してをずっと繰り返します。で最後合図があったら、ここの決めでフィーネがここになってますが、フィーネここですね、ここにフィーネをつけていただければ終わりということですね。だからここに書いたフレーズはこれ初心者用のフレーズですよ。上級者の人だったらこのここにスネアを入れるのをちょっと入れてくれればいいですよ。でこの辺がこうちょっと感じが変わるので、何コラスも繰り返していると、例えばで16ビートの16部っていうのは1拍に4個あるんだけど、3個しかないんでバリエーションあんま作れないんですよ。だからここっていうのはすごく大事なのは音色の変化とか、そういうこう叩く場所の変化だけではなくて、音色の変化とか音量の変化でうまくつけれるといいんですけど、そこら辺はちょっとこう細かいのちょっと割愛しますが、パターンとしてはこの辺を知っておいて、あとはまあキープしてグルーブするっていうところがすごい大事かなと思いますね。といったところで、フレーズ的にはもうこう、最初の頭これをやることはほとんど僕今まで人生で一回もやったことないですね。必ずこのバンプからスタートします。まあこれを入れる意味があまりないので、まあ一応紹介だけしておきましたね。これちょっと後で書き直したものを上げておきますが、変わるタイミングはこの3拍目でタムをどんどん降りていって、ここで1個ずつ降りていくっていうことですね。でバンプっていうのがあって、フィルインがこうちょっと紹介してありますが、フィルインは恋人たちのクリスマスでもやったみたいに、3連系のフィルインっていうのはいくつか挙げてありますので、そこら辺を参照してもらえばいいかなと。この辺はその時になかったので、2拍3連のフィルですね。とてもいいと思いますね。でここの、これは多分恋人たちのクリスマスで出てきましたが、あの時は下ってたんですが、これがちょっと上降するのが面白かったのでちゃんと取っておきました。でここの決めは右手からね、右手からでここ決めすると、でこの次のフィルイが、これどう聞いても加工だったんで、こういう位置にあったタムで移動してるんじゃないかなと思いますが、こういうことですね。であとはずっとこういうふうにやっていくと、でまあリズムのバリエーションはこの辺使っていただければ面白いかなっていう形で、解説しておきました。ジャズでもよくこの曲やるんですね。なので「Isn't She Lovely」やろうかっていうとバンプで始まって、でここの決めで終わるという、バンプエンディングっていうのも考えられるんですけど、この曲の場合はあんまりやらないですね。だからバンプっていうのはエンディングとか感想で使えます。このここの頭のコードを感想に使っといて、バンプの感想にして、でメロディー入ったら次ねっていうのもありです。であと、エンディングも最後のコード進行をバンプにして繰り返しして、どっかでリタルダントするか、それか最後ここの決めをして終わろうねみたいな感じにすることが多いです。だからバンプっていうのを、バンプっていう言葉は非常に便利なので覚えておいてください。そして、3連のこのフィルインのバリエーションと、リズムパターンのバリエーションいくつか、書いておきました。というわけで、これでここまでやってればイズントシーラブでかなりいけると思うんで、全然ジャズでも使えます、ね、ソニーロリンズはですね、ジャズっぽくやってます。なのでコンガが入ってるので、ウッカッツここが入ってるので、バスラは多分フェザリングやってるんじゃないかな。みたいな感じでやってもらうと、ジャズでやる人はこういうイメージでやってるって感じですね。まあ、僕もよくやるのはアートブレイクのシャッフルですね。
やったりするとちょっとあのフュージョンとかポップスの感じの、もちろん音色も違うんだけど、こういったやり方よりはちょっとジャズ寄りな雰囲気になりますね。パターンとしては、またあのモーニングとかやるときに、解説するときにまた詳しく説明したいと思いますが、そんな感じで、インドシーラブリーは非常によくやるので、ぜひマスターしておいていただけたらと思います。三連系はねやっておかないと全く歯が立たないんだけど、やるともうバリエーションがあんまないのでもうすぐマスターになれますから。ただそこから奥がものすごく深いんで、そういったところら辺はもうジャズにこうどん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 勉強していただけると、奥の深さが分かってくると結構面白い音楽ではあると思います。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。